カズネット、ショッピングならカズネット。はい、どうも、はじめまして。カズネット、カズタの社長、カズでございます。いやー、ついにね、カズネット、カズオープンいたしましたね。夢だったんですよ、このショッピングチャンネルを作るのがですね。いやー、でもね、本日はちょっとね、初めてということもあれ、いささかね、緊張しております。ということで本日はね、ライブではなく、編集でね、編集でお届けいたします。ではね、本日第一発目、何をご紹介するのかというと、あれでございますよ。もしかして今目の前にね、小学校6年生ぐらい、の視聴者もしくはね、小学校6年生のお子さんを持つ親御さんいらっしゃいますでしょうか。やっぱね、そこら辺になってくるとね、歴史ってものがやたらと始まります。ただね、私はあれだったんですよ。私が小学校の時はね、まあ興味がございません。まあ興味が出ませんということでね、散々な目に遭いました。そこでね、なんとかして興味を持ってね、勉強して覚えたいっていう方、もしくはね、子供になんとかね、その歴史の興味を持たせたい。いや、そんなね、便利なものない、ないでしょ、ない。いや、でもね、あるんですよ、奥様。本日ご紹介いたしますは、こちらでございます。こちらね、結構 YouTube 上で、有名な方、これ、ヘタレさんですね。ヘタレさんという方が出したね、この本でございます。こちらはね、歴史を変えた卑弥呼。そう、ちょっと読んでみますよね。縄文時代から、なんだこれ、飛ぶ鳥時代ね、うん。飛ぶ鳥時代まで駆け抜けた、渡来人。やばいね。国語から勉強しないといけない。まあ、つまりはね、今の範囲の、教科書じゃねえや。ちょっとしたね、ハンドブックでございます。では今回ね、初めから価格をお伝えいたしましょう。なんとね、この分厚さで送料込み2100円となります。こちらね、説明欄の方に購入できますので、もしよろしければそちらご覧くださいませ。なんとこのカラー印刷ね、まあ中身の方はね、フルカラーではないんですけども、こちらで2100円でございます。なんかつけろって?わかりました。では本日特別ですよ。こちら一冊を買うとね、なんともう一冊、いらない。まいったな。あ、わかりました。な、これはね、喜んでいただけると思います。今回はね、特別ですよ、特別。ラップでしろと書かれてるんでございます。ということは、そう。ですね、なんと、はい。こちらね、CD がついてきまして、送料込み2100円でございます。どうですか、奥様。CD がついてきて2100円。こちらの CD どんなのかというとね、ちょっとね、流してみましょう。はいと。はーい、こんな感じでね、シャレオツなラップでね、何曲入ってんだ?全10曲ですね。全10曲入っての2100円でございます。またこんな感じでね、歴史ワードっていうものがいくつも入っておりましてね、この曲、この歌詞を覚えるだけでね、幾分か、歴史のことを覚えることが可能でございます。まあ、これがね、今回の本の最大のポイントでございますよ。こちらのラップでね、興味を持っていただいて、このね、歴史のことについて、ほっほーみたいなね、興味を持って、さらに勉強がはかどると、そういったものでございます。まあ以上なんですけども、これだけじゃなんかちょっとパンチが弱いかもしれませんね。あ、そうだ。ではね、さらなるポイントをお教えいたしましょう。最近ではですね、どこにあったかな?あったあったよ。最近ではですね、こういったね、電子書籍がね、結構流行っております。まあ確かにね、こちら便利ではございますが、これね、バッテリー切れると使えません。表示できません。しかしね、皆様ご安心ください。なんとこちらね、バッテリー不要でございます。しかもね、連続駆動24時間ところじゃございません。もう半永久的にね、連続してお使いいただけます。だからね、一言一句ね、全部読んで覚えていただいて結構なんでございますよ。俺社会人だから必要ない？いや、社会人の皆様、あなた様にもね、必要な時があるかもしれません。特に、独身男性の方ですよ。歴女という言葉はね、聞いたことございますでしょうか?まあ、いわゆるね、歴史好きな女性。まあね、武将とかにね、ハマる傾向がございますけども、その歴女ね、美人が多いです。そしてね、今回ね、
今回の、まあ、武将ではございませんがね、今回の時代背景で出てくるのではね、有名人が一人いらっしゃいます。それがね、聖徳太子。聖徳太子好きなね、歴女もね、いるかもしれません。もし人生ね、聖徳太子好きな歴女と出会った時、どういたしますか？ほぼ 100% ね、聖徳太子の話で盛り上がれるはずです。そうするとどうなります？付き合います。ということでね、この本を読むことで、ね、歴女と付き合える可能性もね、わずかながら持つことができるのでございます。ん？まだ何か足りませんか？わかりました。ならね、これは最終兵器です。ステッカーつけましょう。ステッカー。しかもこれはね、300名様限定でございます。ただね、これ残念なことにね、Amazon から注文できません。別ページですね。別ページのリンクも、説明欄の方に貼り付けておきますので、そちらね、ぜひぜひご覧になってみてください。ですね、今回ね、ステッカーは、漏れなくプレゼントいたします。しかしですね、送料が200円、送料が200円かかりますんで、ちょっとそこのところ、よろしくお願いいたします。またね、こちらのページでは、おしゃれなカートシステムというものはね、ございません。ファックス注文、メール注文っていう、なんて言うんだ、オーソドックスじゃないな、ちょっとね、古風なスタイルをとっております。またね、クレジットカード、そちらも使いません。郵便振込オンリーでございます。とまあ、こんな感じだったんですけども、今回初めてのカズネットカズタ、いかがだったでしょうか？やっぱね、難しいね、テレビショッピングっていうのはね。今回ね、こちらの本の良さがね、伝わればよかったんですけども、伝わりましたでしょうか？まあ、先ほどからね、何度も言ってるように、今回ね、こちら CD10 曲付きで送料込み2100円となります。ご注文ページについてはね、説明欄の方にございますので、もしね、こちらご興味ございましたらね、ちょっと覗きに行ってみてください。以上、歴史を変えた卑弥呼の紹介でした。はい、カズネット、カズタ、楽しんでいただけましたでしょうか？やっぱたまにはね、こうやってスーツでビシッて決めるのもいいのかもしれませんね。そしてね、なんかこっちの方でね、うにゃうが動いてるのが見えると思うんですけども、これね、なんと実はですね、この歴史を変えた卑弥呼のね、PV をね、作ったみたいなんですよ。真面目なスタジオ使ってるからね、結構お金使ってるんじゃないのかなーっていう勝手な判断をしております。多分ね、これ赤字じゃねえの？まあ、こちらの方ね、本編はね、説明欄の方にリンク貼っておきますので、スマホの方はね、説明欄よりご覧くださいませ。PC の方はね、こっちポチッと押していただくと、本編の動画見ることができます。とりあえず一つ言っておくとね、なんでね、ヘタレさんはこの女子に囲まれる機会ってのが多いんでしょうね。私はね、ないよ、こんなこと。いや、私は結婚するんだから、羨ましくはないよ。羨ましくはないけど、悪くはないよね。いや、これもしかするとね、ラップをすると女子に囲まれる仕事が来るのかもしれないな。そしてね、最後、連絡になりますけども、カズネット、カズタ、本日で終わりとさせていただきます。やっぱね、ショッピングテレビは難しいよ。どう喋っていいかわからないからね。ただね、リクエストも多かったらね、またカズネット、カズタ再開するかもしれませんので、もしなんかございましたらね、まあ、コメント欄などにね、書いてみてください。最後ね、ちょっと広告なんですけども、カズチャンネルですね。カズチャンネルはね、こちらからね、漏れなく登録することが可能ですので、もしよろしければね、カズチャンネルの方登録よろしくお願いいたします。そして何度も言いますがね、こちらですね、こちらの方、もしご興味ございましたら説明欄よりご覧ください。まだカズネットはね、ちょっと大盤振る舞いですよ。こちらの動画をね、ぜひぜひ見てみてください。女子率非常に高いチャンネルじゃないな。女子率が非常に高い動画でございます。いいね、ヘタレさん。なんか話が長くなってしまいましたね。ではね、皆さんまた次お会いしましょう。